はい、ありがとうございます。あ、4番手だ、クソ。クロス、ミミ、ドロテカ、ブルースでいきます。はい、いきましょう。ああ、よろしくお願いします。はい、お願いします。ジョイと、はい、よろしくと。さあ、どこだ。当時も微妙、行くかどうか微妙。ああ、マジだ。最初のダイス次第。東尋坊は富山の近くだね。富山じゃないか、金沢の近く。時式なんだろうけど、アルベールの方を思い浮かべてしまうシャドバノウ。八だと無視無視して持ちませんよ。さあ、出るダイスによるな。千葉戦略使う人がいるんですよね、結構。4だと微妙。進んだ方がいいか。おーっと、お殿様。やっぱお姫様じゃないですか。8ますか。お、一人だけ置いていくか。せいで買って。ナイトハルト殿下のつもりでした。いつも特急買うんだけども、今回特急講習で。ああ、なるほど。なくなっちゃうからね、一回で。よし、じゃあ僕も急行集にかける。10微妙だな。それは行くぞ。で、初級、まあカード打ちは多分いけると思いますけども、売り場か。クソ、宝にはいかないのか。どうするかな、これ。赤だ、カード液か。上から行くか。いろいろいるんだな。行くぞ、姫セリフのキャラ。上から行くかな、じゃあ。ここ黄色でいいじゃん。こっちから行こう。けど、あれ、カード買わないっすね。そうね。ほら、買わなくてよかったじゃないですか。ほら、大体出るんだよ、特急が。今日は一人だけだった。それで、刀狩りと特化一個が大体出るんだよ。ここやってると。お、よしよし、まだゴミカードだな。お殿様は自分以外の誰かが入った時にお金をもらえる。なんていう美味しいカードだ。いいね、赤が超えられた。トイガは。ちくわ、青か。青の方にする。悩ましいね。シュレッダー強いはずなのに、どうもハズレにしか見えない。そう、シュレッダーはハズレにしか見えない。あ、シュレッダー、あれ、爆弾、次元爆弾消せるんだっけ。消せますよ。消せるけど、シュレッダーを上書きして次元爆弾8枚にされるから、結局意味ないんだよね。そういうことですね。まあ、いいか。あ、クロスさんに貧乏神つくから、急行周囲は使わなくてもいいっていう判断か。いや、今急行シール使って5だったんですけど。あ、そうなの今。はい。僕は別に、僕も使う。あ、使っても、手に入ったんだから使ってもいいよな、これは。さすがに。いいよ、また黄色。へっちゃらいいよ。へっちゃらいいよ。へっちゃらで前騙したことあったからね、誰かを。あったね、あれね。違う、イエローカードに騙されたんだ、僕。新幹線ぶっとる。これちょっと欲しくないんだよ。お金も手に入ってから。ワクチンみたいにスタンバイ状態にできれば活躍しただろうけど。ああ、ワクチンカードってあったね、確かに。昔。ああ。ウイルスカードはそもそもだって意味ないんですよね。シュレッダーゴミ。シュレッダーは売る。で、特製でをとりあえず買っとくか。あ、やめる。ああ、だから特製で買っとけと。買ってもあれないけど。しかも今カード売ったとか意味なくなった。そういうこと。いきなりお殿様も強いな。赤だ。赤はまず。あ、違うか。赤だね。あ、違うのか。黄色だ。うまくやれば黄色なのか。ぐるっと回って。今作カード売り場でも出るんかい。こっから回るんだ。物件、あ、エンジェル来やがった。くぅー。ちょっとこれは、まずいぞ。この放送だと、
あ、でもお金は取られるけど関係ないよな、エンジェル。ダークネット出すぎでしょう。でもエンジェル、この放送だとかなりの確率でエンジェルがミカエルになるからね。ちょっと考えたってまずいね。刀狩りが欲しい、刀狩りが欲しい。危ないっす。序盤エンジェルは弱いから平気 HQ。 いや違う、弱くねえよ、めちゃくちゃ強えよ。ちょっと待ってね、赤マスのバトミットを置きたいわ。急行カード使えば赤マスこれでな、OK、じゃあ買っていいね。あ、でもそうか、ゼロになるのは辛いと。てか、売ることになるんで。そう、ね、これはヘイトの塊ですわ。12マス。ゴールするでしょう。サイコロでいいかな、ちょっと見てみよう。虫眼鏡で見て、あ、赤止まるのも嫌だな。急行集でいいか。66が出たらつけてたんですよね。66。44だった。赤かい。まあでも、待てよ、青に行った方がいいか、これ。下見よう。1、2、3、でも、高山か。高山だと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12になっちゃうな、まだ。いや、これ、僕、金あるでしょ、今。あれ、金ってどこで見るんだっけ、そのか。金は何で見るんだっけ。何ボタンだ、三角ボタンだかって。あ、1億円ある。僕、突っ込んだ方がいいな。うわ、結構高えな。お前高えな。6月なのにめっちゃ高えな。お、あ、来た来た、外れろ。いや、よし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 、残念でした。あ、俺だね。エンジェルがな、強い。エンジェルプラスお殿様。僕は赤じゃないか。赤でも関係ないしな。一回取られてもいいだけ。あ、黄色だ。いやー、美味しいな。それかカードを買うのが、あ、カード買うのもありだな。これは特急収入は買えないけど、売れば特急収入が買えるけど、イエロー1枚に特製レでもいいし、まあどうせかでカードボコってくれるんで、特急カードで埋めるのもありですね。そう、なんか売って特急、あ、売っても買えないや。エンジェル売れねえんだ。売れません、さすがに。エンジェルを売るとは。しかも0円だった、エンジェル。買えないな。イエローと、特急か、あとは伝統ってでも悪くないですね。あ、そうか。めっちゃ買っても、どうせエンジェルが金持ってきてくれるんだからいいと。うん。あと、特製霊だ。特製霊別に何でもいいと思うんだな。売れないけど捨てれはしたはず。あ、捨てるってことはできるんだ、カード。確かに全特急でもいいのか、これ。どうせ金持ってくる。エンジェルカード、あれ、作るとですね、店員のセルフに見えます。持てませんよ。8枚までだからね。まずいね。初見さんに負けるといういつものパターン。ミカエルにさえならなければ。ゴールすんなよ、ゴールすんなよ。なので、な。よし。でかすぎんだけどな、ダイスは。逆に、あ、でも、おー、危ない。サバエに行かれたら、サバエのお金もないんだ、今。1、2、3、4、5、一応まあサイコロ1個いけるか。でかすぎんだけどな。5、違う、4か、4、はい、4、はい、4。あー、くそ、正反対のダイス。お、ここ美味しいな、ナイス。こっちは、あ、こっちの方が美味しいだね。うん、ですね。おお、いい。あと1、頼みます。さあ、宝くじ外れたからこいつは気にしなくていい。もう高速って言ってほしかったな。あ、来た。急行収入か特急か、出んなよ。よし、出ない。赤だ。1、2、3、4、5、6。赤止まっても関係ないんだけどね。下からだったしな。青の方がいいか、これは。ちょっと離れても。どうせ貧乏神はつかないからっていう理論だと下でもいい。お、使い切った。使い切ってもね。安いな。6月めっちゃ高かったね。もうエンジェル、早くいなくなれよ。エンジェルって回数決まってる？どうだっけ？今3回言ったけど。8月、青マスはないな。青マス行きたいね、8は。いただきます。おせんだな、くんの1で年代1。
ほらな、1、2、3、青だな、これは4月は青でしょう。おお、2倍、よし、たけー、たけー、よし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 、銀次も来ねえし、お金をいただいた、いい感じ、いい感じ。え、これゴールに着くよりたくさん金もらっちゃった。あ、クソダイス、あー、絵のがあるわけでもない。特化エコとか出るんだよな、これ。ベビキュラーか特化エコ出そう。うんち、意味ねえ。よし、なんか微妙だな、割と。そう、結構不調だよ、コミカードばっかりだ。これちょっとミミさんにゴールされたら困る。そうだ、僕もヘッチャラカードがあったような気がする。僕もヘッチャラ使おう。まだゴールしない。青に行くか。めっちゃ買いまくってもいいんじゃないかな、この際。あ、三角ボタンだって、あれ、X ボタンで、X ボタンでピッピッピッってたくさんね、選んで買うことができます。 X ボタンで選択して、うん、A で一気に買うっていうことができます。まあそこまでか。めっちゃ金もらって、そろそろいなくなれ。こんばんは、なんか、はい、こんばんは。先週はいい勝負でしたね。今日はなんか新規のミミさんが来てくれてます。タッチと同じ場所。6も1が出たら、1が出たら困るから、ヘッチャラを使おう。2年近くヘッチャラ、なんて嬉しい。ほぼ最後までじゃねえかよ。はい、6。あー、来ねえな。なんか一旦ねが落ち着くな。またここか。水源買ってカニはいらないな。今ちょっと襲撃がなさすぎる。なかなかゴールしないから、貧乏が見つけられないじゃないですか。悠々とカード集めてますよ、やつ。そろそろ豪速球か、ヘビキラー来そう。あー、来たよ、ほら、これはなくなってくれ。せめてエンジェルなくなってくれ、このターンで。頼むよ。誰も聞かない。あ、でももう消える寸前だから取ってもしょうがないのか。いや、でもミカリに変身するって可能性もあるからな。お殿様、2枚目 ?2 枚目っすね。まずいね。どうか。こんだけターン経ったら刀狩りでエンジェル奪う意味ない？あれだ。あ、ゴールしちゃった。お殿様。お父さん、2個発動はしないよね。さすがにね。1個だけ発動。これでミミカンさんがあれなんですよね。そう、すげえ金だよね。10億いくんすよね。で、10億望みスペシャル。途中水位が多い。押してね。うわー、すげー。いくらもらえる？押してくださいね、ボタン。何もしなくて、14億。ついに貧乏みたい。これ、次がどこかは問題なんだよ。僕の時は前、調子になったんだけどね。鴨川が調子いったらやばいんだけどな、割と。東尋坊は泊まりに行くいから、千葉戦略もありだな。落ちたな。前橋。うわ、これは結構近いぞ、やつに。どっちも近いんじゃないでしょうかね。あ、意外と、でかいな。スリギンも警戒してこうしとこう。スリギンがね、怖いからな。よし。急行使用使っていいでしょう。前橋。おせえな。ヘッチャラだけど、スリギンが来る可能性があるからヘッチャラじゃないんだよな。あれ、どうだったっけ？かん、まあ、買い物はあれですけども。3億がある。これはこうして1億をやめてこれでいいんじゃない？ 3 億じゃ、なかなかいい。よき買い物だ。どうせ、あぶく銭で入って金だ。16結構近いな。おー、これはさすがにゴール目指す。まずい。あ、でも遅い。これまずいな。早くね。早い。早くね。早すぎ。むしろ前橋に近づかないと、これはかなりまずい。早くねえか。早くねえか。貧乏神なんもやってねえぞ。早すぎクソワロタキュー。これで前橋に疲れると非常にまずい。
あ、しかもカード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 あ、カード来た。よし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 、これで前橋にはゴールできない。カード購入です、これ。あ、カード購入の方か。そう、ホストリーカードを。嬉しいじゃん。何枚？20枚。まあ、アンちゃんなんですよね、ホストリーカードは。あれ移動できるんで。そう、悪いカードではない。まずい、これ近づかないとやばい。ただ押し付けるのはありですか、ミリタンさんに。押し付けはできるもん。やばい、めっちゃ近づかないとやばい。うんちは捨ててもよかったんじゃないかな。あ、なんか2個あって、選んで捨てることができるんだね。あ、1個買い占め阻止。さあ、他のは買わない。長くね、ボーナス行動だわ。何のカード来る、それで。それどっかでダビング、いいね。ダビングエンジェル来るもんだって。ダビングエンジェルができるじゃないか、これ。すごい。今、なくなりそうなエンジェルが、じゃあ、ダビングできるってことでしょ。そうなりますね。ああ、僕もめっちゃ早い。まずい、僕は一番遠い。これはまずい。まずい、キング早すぎだよ、ちょっと。しかも前橋だからな。もっと遠かったらさ、もう。ずっとやつがキングでよかったね。カード吹っ飛ばさなかったから急行特急周囲は残ったのか。まずいな。でかい数押せよ。遅いよ。僕についちゃう。しかも使い切った。ぶっ飛びいらねえ。僕に確定。僕に確定ですか。ちょっと待ってください。なんで特急周囲残ってんだよ。しかもゴールしそう。8出ない。よし。耐えた耐えた耐えたぞ。吹っ飛ばせ吹っ飛ばせ、全部吹っ飛ばせ。金もカードも吹っ飛ばせ。ゲームカード。うんちいらないな、確かに。あ、いきなりサイボン出して。ああ、よかった、さよなら。さよなら。ゴールは遠くなりました。安心。買ってもらったから消えたかな。ああ、よかったよかった。あと次3ターン目で消えそうなところだったから、ちょっとそういうことは我々は安心して、なんか安心して前橋に迎えるわけですね。これはひどいな、ダビングエンジェルは。しかもさらにサイコロが使える、カードが使える。これはちょっと特化1個でもないと無理だな。前回までの幸運全生産するレベルだな。さらに一攫千金。おいおいおい、2匹も動くなよ。エンジェル1匹はいなくなるだろう。わ、2匹一緒に動いて、しかも消えない。ひどいな。しかもまだお殿様を持ってるっていうの。100億突破もあり得るぞ、これ。良くないところは移動が遅いところ。まだまだこれから。そこか。豆鬼にして抜けていい。こっちは近いのか。え、まだ勝負になるって。最後の逆転あるでしょ。今抜けるだよ。まず千葉に行ったお前が自分が悪いくせに。千葉に行った自分が悪いくせに。そんな抜けるのなんて許されないよ。買えなくなってる。悲しい。もうこれ前橋に近づいてもゴールできないから諦めるわ。はい、さて。あ、カード使えないんだっけ、ここって。使えないっていうか、そもそも、あれですね、ここった瞬間、カード消えます、持ってるから。あ、そうなんだ。で、デビル。デビル祭りなの。どっちかっていうと、これデビルの方がきついっていうやつ。だから、クロスさんじゃなくてですね、あれだったら、ミミさんさんが来てほしかったんですよ。そう、ミミさんにキング行ってほしかったんだよね。おい、ちょっと初見さんに負けるんか、この放送。いつまでしょ、いや。これゴールしたんじゃないか。いけるかなで。あ、いける？Y ボタンでいけるかな。できますよ。Y ボタンでいけるかな。初見さんにガッツリ押し付けてる。多分ゴールしてない。あー、ちょっとでかすぎたんだ。逆に、その辺でスリギン来てほしいな。スリギン、スリギン、お願いします。スリギン、スリギン。あ、片方消えた。しかしまだ残ってるという。あのお金奪いてー。おー、ぴったり超えつった。ぴったりなんだ。
な。ついちゃったこれ。てか俺2人とかだこれ。そうだ。いや、さすがに。でもまたお殿様なんだよね。11で8、6って。ほら、俺つけた。ああ、いい勝負だ。2人のどっちが勝つか勝負だな。調子、ああ、遅かった。調子から出なければよかったのに、千葉から。千葉から出て、前橋に行こうとするから、そういうね、ことが起こるんですよ。いや、ちょっと待って、結局変身してましたんで、変身して連れてかれたんで。そう、そこは意味ないか。いや、抜けようとしたのがいけなかったんだ。急いでもしょうがない。どっちみち僕にはつけないから。むしろ足がなくなる方がきつい。よしよしよし。ゆっくり行こう。次の目的地を目指そう。まだまだ最後にキングでそれにしても早すぎだな。8月か9月にキングだからな。これ前3国行くんだね。まあまあまあ。はずで。どっちかというとデビルの方がきついんだよね。特急でさえこれだけ事故るんだから急行なんて当てにならないな。足がねえんだよな。これ一攫千金で当たったらすげえと言っとくけど。さすがに一攫千金当たったとこ見たことない。全部変えるか。変えるけど収益が弱いっすね。収益弱いね。買わない。貯めて何かを買う。そしたら逆に乗っ取りカードのチャンスがある。3連続ゴールすれば泥高さんにもチャンスある。あ、やっとけた。どこに行きたかった。いただきますがもらえる。もっやっておきたかったね。でエンジェルがもらえる。すげー、やっとけてきた。あー、これは逆転だわ。ずっと狙ったんだけど、なるほど、いただきますわ。そのためだったのか。16マスでダイス6個で通り過ぎることもできないって。ほんとダビングしてターンに欲しかったね。狙ったんですけども、それぐらいのダイスは出るよ。だってドロタカさん先週111が1回と11が1回出たんだよ。そうあれはもうそれぐらいだよ。そんなケチつけなくてもクロスさん3個振って111と2個振って11が出た人ですよ、ドラタカさん、先週。それに比べれば全然マシ。それに比べれば全然マシだよ。しかも3年経験中にですよ。そうそうそう。一つの。ちなみにこれ出すって言ったら多分ブルースターじゃダメじゃないですか。紐だ、割と投資近いっすよ。確かに。あ、でももう 3回、あと1回か2回で次もうキングなくなるよ。キングなくなるって、あの戻ります。あ、そうか、俺どっちかというとちっちゃいの持ってた。戻った時にもうキングから貧乏神に戻るでしょ。その時僕に貧乏神がつくってことか。そうなりますね。イエローが切れた。ちょっと近づいとかないといけないか。あ、でもまだ下田に来なかったからまだ大丈夫だ。危ね、今上の行かれたらやばかったわ。今買わない、まだ買わない。早く薬銀来ねえかな。貯めるね。怖くて僕ら貯められない勝負だけどね。オッケー、ついた。お、3連続。これは逆転じゃないか。さすがに。そのカードゲットだけ。3月だから買った方が良いんじゃけ。そうそうそう。3月だから、次の時、決算があるから、うん、買うだけ買っといた方がいい。あれ、上の止まれたんですよ、今の台数で。さらにスペシャルが来た。これはドラタカさんがプレイング勝ちをするか。スワノってどこだっけ。スワノってチューブ。どこ買うべきかわからないなら毎回 Y ボタンを押した方がいいっすよ。 Y ボタン今で買いたかったっすね。あー、うん、Y ボタンを押したらとりあえず買い占めできるところは買った方が得するからね。収益に Y になるから。だから島根だね。そう、 Y ボタンで島根か。めっちゃ遠いな。オッケー、キング。あー、ずるい。いただきますでもらった。エンジェルがミカエルになりやがった。反則でしょ。これは遠いな。さすがにぶっ飛びかな、これ。一回遠すぎるわ。
上に行かないでください。札幌ならよし。札幌ならよし。おい。おい。おい。何なんだよ、これは。というか、は幼さないと止まるまで詳細見れないんよね。収益は、トロタカさんが1位でもない。僕は1位なんだ。ああ、そういえば何か買ってたな、美味しいの。結構買ってましたね。総資産はないけど、収益はでかい。あ、俺買ってるわ。いやー、追い越したね。追い越せと思わんかった。やっぱ国王でしょ。国王プラスミカエル。強すぎ。スマノはシマネか。めっちゃ遠いな。買えないで、買えないで。おー、それはずるいんじゃないか、ちょっと。まだわからないって、このゲーム。最後キングを誰かにつければいいんですよ。最初に千葉に行った自分が悪いくせに。そりゃないだろうみたいな。まあでも気持ちは分かるな。この操作したくないよね。確かに。ここ抜けたらプラスしましたね。ここから抜けるまで。ここから抜けるまで。まあまあまあ。おお、副賞がないだけマシだよ。だって確かに抜けるまであの CPU に任せたい気持ちはちょっと分かるな。いや、一攫千金使わないんだな、割と。当たるかもしれないのに。え、待って、これ角度よくね。おー、いい角度。あー、だ割といいぞ、この角度。これは地図行ったら、わー、近い。近い。すげえ、いいとこに飛んだ。もう一回ぶっ飛びしようかな。遠すぎなんだよね。確か。せめてヘリポートの近くに飛んでほしいんだよ。本当に帰ってきたら平野正引けばいいのさ。わ、いいよ、いいよ。こっちの角度。あ、そうでもない。大きいじゃねえかよ。ちょっと13億っておかしいでしょ。ワンモアチャンス？僕もワンモアチャンス。札幌でもいいよ。あ、上行きそう。札幌じゃなくて。もまあ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 、ヘリポート近いだろう。ヘリポートは近くないし、そこそ。ダミングカードありますけど。さあ、抜けられるか。6で抜けたら。まだまだ、特価1個カードあるから、なんとかなるよ。ポーズマロン。さあ、これで抜けられなかったらさすがに CPU に交代か。もう、あの、佐久間に変えてもいいねんけど。どうにもならんし、一生千葉にこもって刀を引き続けるか。そうだ、それだ。一生千葉にこもって刀狩りを引き続ければ。当たった。ああ、ゴールした。よかったじゃないですか。どうにもならんことも、あ、でも、ありだね。一生千葉にこもるわ。あ、これ押さないとダメですね。ボタンマイナスで特価1個は使えない。いや、そうだね。でもまずはでも千葉に行って特性霊で、まずは島だから千葉に移動するのが大変。特性霊でマイナス40億はゼロになるから40億入ったようなもんじゃん。プラス40億下田なんだ。ミミちゃんさんはあれですね、割と遠いな。割と遠いな。足、しかも足がない。足がないからここで黄色で足を。あ、そっか、左の方が近いの。いや、右なんですけど。なんで右左行ったんだろう。ああ、効果消えたった。間違えたのかな。そう、まだイエローカードがあると思っちゃったのかな。あら、まあ、独占出ちゃいますね。そっちでも。24億か。こっちでも。そっちでいいんだ。あんまり収益は良くないけど。釣り銀対策。あ、どっちみち、エンジェルだもんね。13億あるから僕余裕勝ちだろこれ。ちょっと9個でも使ってた。5ダビング駅行けましたね。企業やった。イエーイ。よしよしよし、悪くはない。カードで止まれないかな。そう、カード行きたいのに。千葉に行くまでが遠い。お、特製で買って来てや。違うか。特製で買ってきてくれたら神なのにな。
そう、まだお金持ってるよ、ね。スリギンが出る可能性結構あるな。これは敏腕。カード買いに来てんな、どっちかというと。これカード買われたら終わりだわ。あー、しょぼいな。それまでの悪用から目をそらしつつ。こっちに行ってみるか。いうのを特製霊ができてくれたんだ。またいただきます。ずるい。このいただきますゲームか、これは。カード、急越し。言うても、皆さんからいただけるカードが美味しいのがなんもないんだよな、今のところ。ほら、来た。いいよ。来たよし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 。ナイスぶっ飛び。ナイスぶっ飛び。よしよしよし。よし、4連続は阻止。4連続は阻止するぞ。特急カードができた。これもう千葉を目指すしかない。ヘリポートもないからな。左行ったら俺とか戦い届かないか。あれ、これどこだっけ、ヤムグってなかったっけ。おお、覚えとこう。カード、足がないに青はいいんじゃないか。かけな。いや、確かに千葉でなんかするカード貯めてなんかやるしかないね。ずるずる。ブルーさんよろしく。いつの間にそんなもん拾ってきたの。相手のカード覚えとかないと。ずるすぎる。いや、僕はつけば大丈夫。一発で4出せば。近すぎ。よ、頼むよ。4連続は阻止。はい、よっか。有利な人がどんどん有利になるシステムだからな。わあ、全部買えないな。お魚センターってもしょうがないしな。上の2個だけかな。スペシャルアルカライト不輸球。ああ、スペシャルでゴールなんだ。ずるずる。ここで今日ダイス出ねえな、本当に。相手が持ってるカードはあれ覚えたこと言ってたから。覚えられないんですよ。これは仕方なく一攫千金。はい、何も出ないよね。でももう一回できるのか、サイコロ。まあそうですね、20丸マークなんで。あれは一攫千金はターン消費にならないのか。赤は行きたくないな。どっちかって青に行きたい感じだが、黄色の方がいいか。黄色テレポートずるいな。だったらちょっと4マスじゃなくて17マスぐらいにした方がいいか。お、漏れちゃうぞ、そば、特急。4連続。汚い。100億1万乗りすると。100億1万乗りすると。しかもこれ、スワの全部買えるんじゃないの。買いましたね。うわー、もう勝ち目ねえよ。いや、待てよ、乗っ取りで20億奪えば、可能性はある。はい、4連続ありがとうございます。もう一回やって特急主義欲しいな。ミカエルだもん。京都地形。俺遠いな。割と近いで。うわー、全部買えるんだ。おかしい。ありがとうございます。ああ、ミカエル、ようやく旅立ってくれた。から、いや、でもこっから負けたことある。先ほど行ったわ、そして。行っちゃったよ。新幹線周遊、強すぎる。このゲームで新幹線周遊初めてか。キングつけるぐらいしか。完全周遊。前それあったね。3週間前ぐらいそれあったね。もう圧倒的ロイヤル EX プラス星飛びプラス1位で絶対勝ちっていうところに、黒高さんにね、キングがついたんですよね。奇跡的に。豪速球でカードが全部消えたっていうのもでかかったんだよね、あの時は。赤ばっか。でも僕はヘッチャラだからこっちから行くぜ。こっちが近いで出てるでしょ。あ、どっちでもいいのか。上から行くわ。上赤、いや、上から行くわ。めっちゃだから。普通はぶっ飛び水魚が来るんですけどね。なんで君来んの、そして。ナイス、5か6、急行終了。もう一回プラスしろ。ほら、はい、今日サイコロ出ねえなー。サイコロ出ねえなー、今日。へっちゃらでも来るんだ。また来たまさかの2回目。これがビッグボンビの可能性。ああ、確かに。
倍倍でマイナスになるやつ。マイナスだからこれチャンスですね。マイナス100億なればなんかもらえる。待って、何のか120億だよマイナス。これ逆に面白いから、これマイナスの最高値目指すのいいんじゃない。ハイドマンさん来るか。これマジで、あの押してください、ボタン。もう絶望。むしろ平のマサテロスなら好都合だわ。そう、平のマサカードをちょっと引いてこようよ。156億、7億。すごい、これはいいよ。マイナス1000億ぐらいになって平のマサカード引こう。それしかない。チャラ、チャラにしたくないやっぱりむしろチャラにしない。このマイナスを誰かにくっつけたいと。やだな、漏れちゃうぞがね、漏れちゃうぞがね、特急カードと同じ、あ違う、特急カードと同じ効果があるんですよ。なんで、うん、京都に一発で着きたければ漏れちゃうぞ使っても悪くはないと思うけど、まあ、みんな遠いから、あ大丈夫だと思う。そう、3個サイコロ振るんだよね、確か。選択肢あるの優しいな。今は3個ですね、まだ。漏れちゃうぞはね、特急カードの代わりになるんですよ。まだ買わない。モーターローランドでも買うつもりか。上の2つぐらい買っても良さそうだけどね。もっと収益がいいところを買って勝負したい感じか。いつ3銀来るか分かんないから怖いもんね。この放送特急望みだったような。この放送割と、この放送割と3銀が来るからね。新幹線収入強すぎでしょう。新幹線収入だだ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 どっちか行ってもあか、はいはい、これも全部変えちゃう。なんというひどい。つわの奪ってやるしかないな。うん、特急化のためですね、練習変化で。まあ3年決戦しかやらないなら特急と思っておけばいいね。貧乏神の悪用回数の懸念となれた方がきつい。特急だけど運気も受けるんで、ラスにつけた上であれ貧乏神よって受けないって効果も出てる。ああ、なすりつけた上に貧乏神を受けないってことができる。そう、黄色をもらいった方がいいんじゃないの。これはちょっと楽しいね、逆に。逆に何倍になるのかすげえ楽しみだ。借金が300億ですね、これで。1000億ぐらい。4350億だ。おお、気持ちいいねこれ。逆にこれで平のマサカードを書いてないんだよ。サイコロ振ってしか書いてない。3個振るんですよね。まあ今振ると逆に追い越しちゃいそうだけど、まあ京都はちょっとつきづらいんで。ついたわ。そしてぴったり。ぴったし。そしてうんこを置くという。京都ついちゃった。9上だよ京都は。右上の方。右上、右上。そこじゃない。そこじゃない。京都は右上だ。京都は右上だ。右の方です。そこだ。いやー5連でもさすがに全部は買えないか。あったわ。5連続は阻止してくれた。ありがとう。しかも、うんち置くから。邪魔なとこにうんち。特急シール欲しかったわ。いや次の目的地次第で。さすがにもう調子にはならないと思うからな。金沢。ほんとだ、今なら、って書いてある、年数経つと増えるんだ。買うのもありですね、これは。10% だからね、悪くはないね。一応その付近隣の擬音がいいんですから、物件の種類としては。あ、うんち漏れなかった。うんち漏れたちょっと待って、もう一回コード倒して。ここは買い、もう一回カードが使える。あーでも足はない。でも金沢まで近いから2連続ゴールがあり得る。サイコロでいいんじゃない。上から行くしかない。おー、6でかい。6はでかい。あー、できればカードが買いたかったところだけどね。これは射程圏に行った方がいいでしょう。いいね、漏れちゃうぞカード。乗っ取り来た。よし、乗っ取りで20億。乗っ取りはね、とある物件駅のある1個を奪えたりするんですよ。なんでさっきのツワノの20億奪えばだいぶ差し引きマイナス40億なんで。新幹線周遊強すぎでしょ。ちょっと100億行くのもおかしいけど何でかい。いや、へっちゃらカードいいな、これ。しかし、黄色の方がいいな。
指定運賃いいね。金沢指定運賃しよう。当たるとは限らないけどね。次で3回目か。これで。それこれマイナス1000億。これでさあ、千葉戦略来ました。さらにマイナスを増やし、マイナス1000億でなんかもらえるんじゃないこれ。あー、惜しい。かないな、ギリギリで。1000億届かなかったかな。あー、つまんないなぁ。450ちょっと。1000億だ。てか、チャンネル決戦でここまでやった人は初めてなんだけど。多分そのマイナスを平のマサカードしようという6。あ、惜しい。あ、近づいておくか。東尋坊は先、小松、あ、小松、あ、でも買い占めできないね。東尋坊の方がいいか。4以上で憎い補正でも勝っていくな。ドラタクさんに買われてる。5億をここで使うのはうんだな。ここで5億は。悩ましいね、どっち行くか。まあ、現金使いまくるんだったら、そこ、東銀棒ですね。使いまくりたいことじゃない。え、乗っとる！あー、5億乗っとる。あー、めったに機会がないから、やっとけということか。悪くはないんじゃない？止まれる自信がないなら5億奪ってもいいけど。ほら、よけた。かわした、強い国王。先週からかわしまくってるから、ね。乗っ取り決まらなすぎでしょう。乗っ取り、出た、11。乗っ取り 100% でいいでしょう。しかも、あれ、勝手に11って書いてるから、チーク上行きたかった。やりやがった。てか、今ブルターの運気を受け方なんですけども。あ、そうだ、そしたら出てこれなかったから。しまったー。今のは何か、カードで切ったことに。美味しくないけど。あ、ここに運気を受けば、そういえば出てこれなかったん、ね、で、しばらく。くそ、失敗したな。ここ買えないしな。カードもらう方にしよう。あー、使い切っちゃった。あー、うわー、おい。まあ、リトルは小さいでしょ。お接待か。いやー、今日はダメだね。さすがブルース地獄。あー、よかった。で、5倍とか出なくて。出る指定運賃、そういえば運賃。さあ、平のマサカードだよ。もう期待できるのは平のマサカードしかない。6回くでもいいよ。進み切ると勝手に止まっちゃうし、おいいよ。こういう入力事故も防げるんだけど。まだ動くな、こいつとして。1000億いったわ。マイナス1000億。いやー、1800億、マイナス1兆ぐらいいってほしかったな。うわー、平のまさかでやってほしい、これ本当に。3ゴールできず、しかも赤、ね、でもないか、チェア街に行けばいいのか。これそう、勝手、あ、勝手や。あ、僕は勝ってるわ。1個しか買えない。マサカード来たら動画映え不可思議。平のマサカードほとんど見たことないからな。なかなか千葉でも引かないんじゃない。新幹線シーでゴーゴーです。あー、戻られと。いやー、2だったから。うんちやっときゃよかった。うんちやっときゃ赤マス確定だったのに。わー、ずるい。ブックマークもずるい。有効収益やと思います。一応この放送で引いてる人はいたよ。に見てろよ。言ってもつまんねえな。おお、6いいよ。ピピルはどっか行け。クソ、まだそろそろ元に戻るよね。これでまさかだったらとても気持ちいいよな。宝くじ行ってももうしょうがないもんね、これ。あ、福の神だ。あ、冬に今もらってもね。あー、もったいない。56億も入ったのに。さっきゼロにしとけよかった。あー、もったいない。マイナス1000の56で56。そう、だから最後まで諦めちゃダメなんですよ。焼け石に水だった、完全に。さっき帳消しにしてもらっておけば。確かさ、どうだったっけな、帳消しにしたら。あれ56億で2位にはなれたぞ、これ。
どうだっけな、マサカードもらったんだっけ、あれ帳消しした上で。どうだろう、なんかカードくれたと思うんですよね。名古屋近いよ、チャンスチャンス。ミミちゃんさんが次消えてたらあれか、カードデートできたのか。いやさすがに全部買ってもいいんじゃない、もう金は余りすぎてるから。まとめ買いでいいんじゃない。あー、ちなみに Y ボタンであれ今買えるもん全部買いますよ、赤くで Y ボタンで買える。なるほど、5億奪ったっていうのもあるから、そうだな、割といいかもしれない。5億奪ってプラマイ10億になってるから割といいかもしれない。いやー確かにうんち置いときゃよかったな。回り道でこれはつけませんね。はい、運気が邪魔なんだけど。確かに収益がでもでかいからな。新幹線収益がでかすぎる。最下位、最下位なわけねえだろうっていうね。まあ持っとくか。何週中にしよう。あ、お、これずつ次つけるんじゃないかな。そうしたら、あれ上なの。あー、上なんだね。本当にこれがあるからってこと。もしかするとそれだとつかないよね。上なんだ。あ、確かに上の方が近いですね、これ。下行くと結構ぐるっと回っちゃうんだ。もし さあ、あとは平のマサカードを引くかどうかだね。56億もらったのにね、どうでもいいっていう。頼むよ、平のマサカード引け。見た感じないよね、平のマサカード。俺絶好調になったらまた悲しい。もういくら取られても関係ないって感じだね、これ。悪情10回であれなんですよね、一度。ビームあれ、コメントはありますけども。あれ、記念仙人来たって勝手に借金帳消ししちゃいますので。あ、そうか。悪行10回で阻止されるのも困るってことか。そう。あ、俺か。正反対の台詞か。まあ、カードでいっかな。あれ、登山行ってカード。まあ、カードだな。いいな、いいよ。入局に備えてもらうかもしれない。これは3月か。これはオール6でこうできる。あーあ、ついちゃった。まあ、ナイス、オール6。時では、トサに見えたけど、時か。ああ、トツとトサ、確かにトでトツですね。違うね、確かに。初ゴールじゃないか、僕。函館、遠い。相手寝過ごして情報シャットアウトした状態でタイムシフト見るのも一興。いやー、リアルタイムで見ないとなー、ニンテンドダイレクトは。トルデビル長えよ。もう宝くじ、今行ってもしょうがないんだよなー。でも行きたい気分。どうせだからこういう時一等が当たったりするんだよね。ふふふ。VB みたいな。そう、記念戦で。おぉ、また来た。また回る。今日はすごいな。今日貧乏祭り。またビッグボンビの可能性が来たー。これは一丁いけるぞ。フレフレ。よく変身するな、Q。これもうめっちゃ。リアルタイムがベストだけど回線弱いとそうも思われないよね。つまんねえ。つまんねえ。勉強に。一兆円までいってほしい。こうなったら。こうなったら。あ、ぶっ飛びいいね、ここは。さすがに箱だって、おっと下にいた。まあでも、待てよ。ヘリポートに近かな、これは。うわー、遠くなっちゃったよ。ヘリポートに行ければ問題ない。遠すぎるんだよね、ちょっと。台数はいいよ。ヘリポートか。届かねえのか。ヘリポートか、周遊リセットか、あとは、あ、星飛び。星飛びがあれば最高。
あ、いけたんだ。くそ。大会カードいらないな。シートキシュリゼロ。まだ沖縄の方が良かった。ダリング祭りできる。シューリーは1までいいな。あ、待ってと。期待変えろ俺。あ、変えねえ。6000枚いるわ。なんか売らないといけない。いただきます。とっと来てんだよな。まあいいや。もう買わない、何も。まあ、誰みんな遠いからね。誰もゴールしそうもないからね。いや、絶望的な遠さだな、これ。函館って。なんか、カード買いたいな。ないか。なんかカード。買えるところが近くに。あっちか。あっちの方目指すか。この辺目指すか。あ、でも水銀来そうだな、これ。あ、なんか買い、買いった方がいい。水銀来んなよ。来んなよ。3月なんで買いに来る。そうだ、買った方が良かったね。うん。そう、そうだ、決算だった。しまった。7億もあってから何か買えばよかった。いやー、タイランのマスカード来てほしいな。この後マイナス1000億が全員に分配されたら、もう、1位も2位もないじゃんね。もう、寄贈されてるだけですよ、バイト。全員マイナスっていう。特性で使った人が勝ちみたいな。5000億か、結構あれなんだな、接戦なんだな。全然接戦じゃないじゃんよ。背景が緑になったら、次決算、桃鉄俳句。お、光ってるわ、一応。ベビキュラーするのもいいと思うけど、あ、まだマイナス持っていっぱいになってからね。タイラのマスカード見える？見える？スペシャルカード。見えねえな、パッと見。うん、パッと見なんか、出てるように見えない。さ、おーっと、いいよ。わあ、一丁行くわ、すごい。一丁初めて見るよ、これ。次一丁。マイナス一丁とか。一丁行ったら、さすがに記念1000人出てきて、マイナスにしてくれるでしょ。完全経験でマイナス一丁した人がいて。ある意味すごいな。伝説だわ。俺も、でも、ミミさんも遠すぎて絶望的だが、あ、そこはいいよ。星飛びカードかなんか買えばいい。そこで。そこで、物件飛びか星飛びがあれば。あー、星飛びいいね。星飛びプラス刀狩りあたり買っとくと美味しいかもしれない。さらに特急周遊でもいいし、ここは買いまくりでしょう。ちなみに買いまくりは払いは入れない、いらない。星飛びで結構近づくことができる。あと鍛えでもいいしね。星飛びでもいい。刀狩りをぶっ飛びの方にする。鍛えよりも違うか。あと何にするか。刀狩りも買っとく。いいね。あ、2枚買っとく。さすが、プロ。そうね、これでドラタカさんの新幹線周遊あたり奪えば、割といいんじゃないかな。ちょっと困っちゃったね。新幹線周遊取られたら、でももうなくなりそうか。使ったからだいぶ。ここら辺うろついてるかな。買うか。絶対切ったわ。ああ、大阪はあれが来るからな。ああ、へっちゃら切れちゃうの？遠いなぁ。急行シール使ってる場合でもないしな。そうだね、ここまず星3を出そう。3、はい。いやー、そうそう、筋銀来そうなんだよな。てってれってれー。あ、ずる、焦った。さあ、平のマスカードぱっと見見えるか。見えないなぁ。特価1個は見えるけど。あ、最下位カードいいよ。マイナスがね、ゼロになっても。ついに行ったか？一丁に行ったか？届かない。行ったー！行ったマイナス1丁って、単年生。てって、記念戦に来ない。来ないのかー。来ないのか、1兆円は。1兆円は来ないのか。誰か。
微妙だね。22がいいと見るか。まあでも遠いよりはマジか。もうし続ければ可能性があるか。そこでまたなんか。今ですね、あれ。赤なんとかって言った方が良かったんですよ、実は。赤なんとかにあれ、ゴーダストに売ってますんで。なるほど。赤なんとかね。沖縄なんですけども。昨日86でゴーダストに売ってますんで、いろんな物件を奪うっていうのがありましたね、今の。20億。ゴーダストビーも失敗することある。いや、ゴーダストビーは多分、あれ、成功するんだ。あれ、攻撃していただいてるんで。乗っ取りカードは失敗するのに強奪飛びは成功するんだ。で、20億奪えばチャンスがあるってことか。赤なんとかで50億くらいの今差ですんで、あんまり特急収入買ってももうこの年で終わりだからね、使い切れないと思うんだけど、ね、そこら辺買いあさっとかな。それともそうね、もうなんか函館行ってもしょうがないっていう感じでもあるよね。でもまあめっちゃ目指しとくか。一応目指す。ああ、周遊リセットもいい。リセットもいいんだけど、だんだんな。カード。使ってみたい。もうそろそろあれなんですよ。望みカードがもらえると思うんで、まあ、物件置いてほしい。物件100件で。100件1000人が来ると。数えてる人いたらもう最強だよね。物件数と。ちょうど今100だなみたいな。もう保身止まりたいのに、お前な。黄色行くとまた嫌なことが起こるんだよ。松本さんはなんだよ、この中途半端なの。スイカ畑でも悪くはないな。しかしな。黄色だな。いや、こっちか。あ、こっちいいよね。あー、ちょっと足りねえ。なんてこった。なんてことだ。養老市にしとこう。せっかくだから買ってやるぜ。ちょっと足りねえ。あと3個買えるのに。くそくそー。あとちょっとだった。デビルのせいだ、デビル。確かに割と響いたな。まだ。そろそろポーンってなくなるでしょ。平の正門来い。来て伝説になるんだ。パッと見見えないね、タイのマジカード。まだマイナスするんだ。あー。なんか弱いな。もうここまで来ると容赦してくれてるような感じです。さっきから1、2、3しか出ない。ピシューでゴールすればいいんじゃないですか ?22 マス。おー、割と近い。てか、多分これ俺が取るんじゃねえか。そう。貧乏神つく可能性あるよ。まあ、新幹線収入あるから問題ないっちゃう。いや、まあ、新幹線収入終わったんですけど、あ、だいぶ前に。え、そうなの？だいぶ前に終わってますよ。あ、1個手前で、1個2個手前で終わってます。その辺買い占めするのにね、黒石か、陸奥を買い占めっていうのが。五ヶ所ヶ原ですと、1000億で 500% でありますんで、一応。五ヶ所ヶ原。うん、青森のあれ、西と左のところ。地味に平野マサテロできるとワンチャンも見えそうなんだけど。いや、ワンチャンあるよ。でも平野マサカードがあのルーレットにね、なんか見えてないんだよね。うちはあのブルーさんが間引くって手ですよ。え？ブルーさんたちがみんな引くっていうのも、うん、タイドのマサは全員なんで。そうね、うん、だからワンチャンあるんだよね。そっから、特性霊持ってる人が勝ちってことじゃん。いやー、乗っ取りが成功してたらなー。あ、でもさっき5億は奪ったんだよ。奪ったけど。一番遠かった、もしかすると。一番遠いわ、俺は。まずいね。10マス出すとか一応。ああ、飛行機か。飛行機の方が近いね。だったら、ああ、例えば。これでゾロタカさんにキングがつければワンチャンあるから早くゴールしてほしいんだよ。僕も急行周でなるべく近づこう。欲しいよ、ジュマス。で、ゾロタカさんが孤立してるから、
キングになってくれればワンチャンあるね。お前が今乗っ取り見えたのにな。遅いですよ、払いかぶくんの人物件飛びで近づくとか。もう今さらそんなの意味はない。ファイナーのまさかで見えるこれ。ないよね。あ、見えるか。坊主丸儲け。丸儲けしても、もそもそも去ってたしな。しかも俺金使った後。坊主丸儲けも平均化じゃなかったっけ？違ったっけ？そう、あの、丸々もらうんですよ。自分のマイナスはどうなる？ザストだわー。帳消しになりません。帳消しにならない。もらえるだけ。ね、ちょっと待って、ミミさんさん次誰だっけ？俺じゃねえか、これもしかして。いや、ちょっと、クロスさんの方が遠かった気がする。どうだ？どっちだ？ワンチャンあるぞ。ドラタクさんにつけばワンチャンある。来たー！やばい！来たー！これで、キングになってくれれば、かなり孤立してるぞ。駒金はちょっと長野は近すぎるな、ドラタカさんに。いやー、残念だな。駒金は近すぎるな。キングになってくれ、キングになってくれ、頼む。これで逆転ってことがあったんだよ。あー、100件来た。キングってか、今、あれださ、ビッグボンビーなんで、戻るのにワンターン消費するんで。そうか。一旦の猶予はあるわ。一旦あるね。もうそう。あ、てか戻ってるわ今。マジか。とりあえず近づくしかない。イエローからの特急。戻ってるから一旦猶予なくてキングにもう一回変身しろ。今日変身祭り来い。でかすぎだろ666はねえだろ666はねえだろ。すげえな今。すごすぎだな。ここか。先週のダメだったやつを全部帳消しにしてプラスにした感じ。宝くじでもいい感じだね。宝くじ止まんなかったっすよ。まあいいでしょ。おい！いいよ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 。僕がついちゃいけないんだな、これは。僕がゴールしたいんだけど、ゴールするとドラデカさんから貧乏神離れちゃうから。特急周囲でつきそうなんだよ。1、2、3、4、5、6。あ、でもギリギリつかないな。一歩寄るだけにしよう。待てよ、うんちだな、これ。そうだな、よし。待たて置いてもいいんですよ。ドラタカさんがゴールに行けない方向に置く。駒金だろ。そう、ね、この辺に置いときゃいいだろ。この辺に置いときゃかなり回っていかないといけないから。よし、はい、さよなら貧乏神と一緒になってくれ楽しくやってくれ。さあキングになってくれればワンチャンあるぞ。今宝くじで行く意味があるのか当たったりして。はい、さすがに。ちょっと長さってこれやばいね。これゴールしなくていいや僕。ちょっとクロスさんのところ遊びに行こうかな。そっからあ、そっから行けません。戻んないと。あれ戻んなダメです。戻らないといけるかな、できないって。そう。元のところに戻らないといけるかな、できないって。赤の方が怖いよな。そこの黄色マスも戻んないと使えませんよ。戻らない、あ、そう。戻らないといけるかな、できないって。確かに。うん。戻ってからいけるかな。ワイボタンは戻ってからじゃないとできないって。ミミさん。ミミさん、聞いてます？ワイボタン、戻ってからじゃないとワイボタンできない。今、3歩進んだ状態なんだけど。はい。一回戻って、これはこの1回の、そこでワイボタン。そこでワイボタン。そこでワイボタン。すると見れる。さあ買い占めもいいけど五所川原も美味しい物件があるって言ってたよさっき。買い占めもいいけどルルさんって何だバッタキなかったこれ。五所川原もなんか美味しい物件があるってドルタカさんはさっき言ってたけど、そう五所川原見てみる。500%、1000万円。そこで買うのが美味しいかなっていう。買い占めはできないけど。
まあ、まとめ買いでいいんじゃないかな。それ以外も結局もう金余ってるからめっちゃ買っていいと思う。うん、うん、1500%ってすごいね。この不景気の世の中でもめっちゃ売れてんのかな、うん、あキングキング、さっきからお払いばっかなんだけども、くそつまんねえな。ラミングかありだな。キング来いよ。8月だから青行きたいな。おいつまんねえ、最初出るんじゃない、買えねえし。しかもあれなんだろう、あえてゴールしないという戦略で。さあ平のマサカード、最後に可能性あるのか。なんか見える気がするんだけどね。見えねえな全く。一等地を抜くカードで一気にプラスにはできる。一等地の抜くはもらえるだからあんまりないです。もらえるだっけ、一番お金が持ってるやつのもらえるんで、帳消ししないとまたもったいないしね、さっき。もらえないか。カードが多すぎ、特急収入が余っちゃう感じじゃない。大人狩りもむしろいらないしね。ああ。キングなってくれ、キングなってくれ、せっかくワンチャン、ワンチャン来てるのに遠い、周り道しても遠い、遠いな。ゴミカード来い。いやー、期待で行っても辛いな。あ、なにイエローカードだ、羨ましい。どっちみちイエローか今。いや、赤だったら最高だね。おお、うんちに挟まれてる。あ、これで終わった。終わった今。終わった。くそ、じゃあゴール目指すしかない。先に、特急シューでゴールしちゃうもんな。うん。そういうことは僕はでもゴールしても、貧乏神は、ああ、つかなかったか。しかも赤。ひどいな。でも、あれじゃないですか、今。減った、終わってんのか減った。減ったら終わったっていうのが出たんですよ。終わってんのか。どっちか。いらねえ、もう。赤いね。取ってくんのが遅かったっすね。トピックスなんか初めて出たような気がする。全然誰もラーメン買ってないんだ。いや、ラーメンは関係ないっす。ラーメン関係ない、トピックスとは。カードはいいんだけどな。そう、ボーズ丸儲けもらえるだけか。もらえるだけです。誰かとイコールになるみたいな感じだったような気がしたんだけど、それとは違うのか。望み使ったは多分いいと思うんだけどな、こっからだと。そう、ゴールするには、親高さんを抜くには意外と省エネ短かったな。結構もっと長いイメージなんだけど。ですね。あ、よかった。カードで聞くともうパンするんだ。もうカードいっぱいだからね。どうしようもない。あ、刀狩りで特急収入奪うっていう手もあったね。そう。刀狩りで特急収入、あ、でも2枚持ってるんだったら意味ないか。大胆だけどな、ジーマス。くそ。誰だ、ここにうんちを置いた人。上行くといいんじゃない、上。そもそも行けません。飛び、ああ、物件飛び強い。ブクマだな。何？特急か。まあありだな。もういらんって言えばいらん。この風だな。変身してほしかったな。最初の方に変身したの。ドナマス、ドナマスぐらいゴールしてくれよ。ダミングしとくか。他にダミングするもんねえもんな。
まあ足か何か。足だな。健康種以外いないや。弱いダビングだな。はい、7。おい、ゴールさせてくれ。これまた赤でしょ。赤だ。全部だ。ここか、星か。ちょうど使い切った。売る。もうサミットいらん。サミット弱いな。弱いね。でもまだキングになる可能性あるからな。でもまあ、いらねえな。で、買うもんがねえな。足踏みありか？取るとも。いや。特急2枚ぐらいか取った。もう初めないから特製で買ってもしょうがない。あ、特製で買って使ってあげるっていうのはいいね。1兆円をマイナス0にしてあげるっていうのもありだもん。せっかくだから。マイキーのカードでエンジェル来るかもしれない。うん、ウォーズ丸儲けしょうがないね。ウォーズ丸儲けは平のマサカードとは違うんだ。あ、ごと。あ、ごと当たったのに悲しい。だけ日に水だな、完全に。望みの方がゴールできるか、特急シューがゴールできるか。望みの方が確率高いですね。特急シューは18か、18ってか17だからダメなんで。これは届かないですね。17だった。残念。どの高さに先疲れると辛いなぁ。だからといってどこへ行くかっていう話なんだね。あ、上戸か。上野もいい。上野もおいしいんだから、駒ヶ根に近づいておいた方がいいかどうか。沼田ぐらいにしとくか。沼田が買い占めできるから沼田にしておくか。沼田か、長野の虹のとこは結構物資が売ってますよ。沼田にしておくか。悩ましいね、これは。北方ラーメンでもまたは買い占めできますと。ああ、ちょうどいいねこれは。けどどうするか、まあ、収益2倍になるから、ね、悪くはないと思うんだが、大高さんにキングが1回でもついてるワンチャンあったんだけどな。キングに変身しろ。これで大高さんがつかずにホールできれば勝ちます。どうかな。このターンか。こっち使っといてカードいっぱい持たすとか。2マス多いわ。逆にでかすぎ。でかすぎないよ。まあ、ここは一体ブルータンってあまりとこ。変身しろ変身しろ。うわ、望みずるい。ずるすぎる。もういらねえよってぐらい言ってる。時がいらん。ああ、調子で売りやがった。5マス5で5。はい、5。おいおいおい、つけリンボ貝つけられないのこっちだ。あ、しかもこう 100% 割といい。ラーメン、あー、ラーメン強いね。さてと、もう絶望感漂うが、乗っ取り？星飛び？スペシャル？最下位？ん？あいつ奥へ飛んでる。三宅島に何かあったっけ？別にでも買えないよね。三宅島はね、妨害系のカードすごい頻度あるんですね。あるんだけど買えないもんね。買えないですね。さあ、今度は特急周遊かしかないもんね。13、12。惜しい。さっきから行ったんねえな。そう。今日ダイス出ないんだな。みんなドラタカさん以外ダイス出ないんだよね。いいとこないな。なんかなんかお金も大体使っちゃったしね。でここ特製霊売ってないのかよ。あ、特製でか欲しくて飛んだのか。飛んだ割には三宅島あれなんですよ、妨害系のカードしか売ってないんですよね。あ、もうさすがに1兆円をゼロにしようと思って、あ、
ちょいをゼロにして、さらに坊主丸儲けるか使おうと思ったのに、都ですら売ってるのに。そうだね、ほとんどの星売ってるよね。うん。なのに、そこには売ってないっていう、それがミスだったのか。売ってると思ってできた。多分途中水準結構あれ使ってると思うんで。どれ下の方を残した方が良かったね。うん。12月なんで、まあもう、あ、そっか、買っといて、売るのもありですね、それ。本当だ。山田さん、あとはどうするかどうかか。いやー、貧乏神が、1年目の9月だったから、ひどい話だったな。全然来なかった分、あれ。最後は全然来なかったね。うん、借金持ってるとビッグボンビーになりがちなんだ。そう。だからビッグボンビーでそもそも借金負ってないとこっち待ってないですよ。ならないしね。うん。逆にキングじゃないから弱いよね。ゴールするなよ。さてと、はい、出るんだ。強すぎでしょう。みんないくら頑張っても出れなかったの。あ、僕は一個買えなかったところです。なんかなんで邪魔なんですね。今日はちょっと台数が過ぎですよ。666も出るし、やっぱあれですね、国王ですから。国王やっぱ強いな。僕も国王にしようかな。中須ってなんか初めて。どこだ、福岡。福岡、さすがに福岡。今これ誰かゴールするのを待ってから星飛びの方が良かったんじゃないかな。あーですね、結構もうどこに飛んでももう関係ないな。一応再開カードであれ、カードは結構2、3枚もらうってのあるんで、内緒カードもらってもね。うん。では一度動きますよ。どっちが近いんだ、僕。まあ、適当に動かすか。中洲はさすがに無理だけどな、まだ飛ばないで。お、これ星飛びかなんかで。あ、すいません、自分の運気だったわ。あ、本当だ、ダメだな。待て、ポイントで買えない。買う。ポイントも現金も一緒。星飛びもない。何も買えなかった。くそー。あ、切れた。お金使いすぎちゃった。そうだ、最後の誰もマスカード使うぐらいしかないね。もう一気に目的地の近くについてゴールする方を目指した。タイムの技と貧乏神のあれかな、吹き火来たのとこれのかな、最後ぐらいゴールしてやろうみたいな。あ、さらにサイコロ振れる。カードの使いようによってはこれはあれだな、つけるな。そう、最寄りの駅でカードとか使えば。吹き火ってどこだっけ、奈良だね、どこだっけ、新潟とか奈良だったような。奈良っぽいね、なんか桜って。岐阜だった。全然違った。戦闘する。ぶっ飛び、あ、ぶっ飛び打っちゃったな。多いね。さすがに遠すぎてどうにもならない。ミンチもあったしな。全に行くか。最後は物件買った方がいいけど、もうお金ないもんな、でも。使い切ってしまう。5億あるの。上の3つぐらいでいいか。もうやりようがないもんな。なんか切れるよね。切れたけどあるっていうね。さらに物件飛びでいけるんか。ですよね。ちょっと待って、なんか中国はちょっと選択多いな。出そう。でも中洲まで。いやー強すぎだな。さっき2が出るのがすげえし。特製レイヤー印再開矢印スペシャル矢印坊主丸儲けのつもりで動いてましたが、再開がそんなに近くなかったとは。
向こう行ってもしょうがないんだな。向こうないかな。とりあえず近づくけど。金曜にするか。刀狩りとかあったね。ダメだ。そうか、特性で坊主丸儲けっていうのも良かったね。結局マイナス1兆にしたのは何だったんだっていう。あ、スペシャルがあるからゴールはできるんだけど、特性霊がなかったんだ。残念。お、絶好調。今さら当たったりしてこういう時当たっちゃった。もう遅いよ、今2月なんだけど。1回は受けますよ、恩恵。1回絶好、その前にスペシャルでしょ。1回は恩恵受けれるよ。1回だけだ。いや、黒さんが立ってるな。だからこそ飛び切ったわけで。だけどなかった、毒性霊がなかったと。あ、持ち金ゼロ。まあ、先にゴールしちゃう。なんかあったら怖いから。あ、特性。あー。なんかあったら怖いんだ。タイルのマサカードをやられる前に。すげえ大事。すげえ大事が出た。もちろんゴールでしょう。26。なるほど。逆に、タイルのマサカードを防ぐために特性でをやってあげるという。大事だったんですよ。王様、国王プレイ。借金を帳消しにしてやるぞよっていう国王プレイだった今。いっだからタイのマサつっても対策はあったんですよね。なるほど、タイのマサカード引いた瞬間に特性で使ってやろうとずっと思ってたと思ってました、大阪だ。なるほどなるほど、うめえな。何よの、こっちかな。あ、まだ買えるわ。これは最後気持ちよく絶好調になるしかないね。うん。僕なのかよ、貧乏神。最後ゴールしてやるぜ。やばい、800万しかない。ああ。薬受け当たるから大丈夫。やっぱ抜けてよかったんじゃさ。確かに CPU に任せた方が良かったかもしれない。いやでもマイナス1兆っていう楽しいのが見えたから良かったね。最後に絶好調が使えるよ、うん、あ、そっち。ただあんまりもらえない。仕方当たったからね、お金。いやー、本当に特性霊からの完璧なムーブをしたかったのに特性霊がなかったっていうオチだったのか。いや、御嶽島は攻撃系のカードしか売ってないんですよ、大体。それ以外のとこだったら多分ほぼ特性霊売ってるよね。まあぼちぼち売ってますね。ゴールできない。あ、またエンジェルが見えてた。もう地道べ。だからもう3月なんだよな。何もできねえ悲しさ。ゼロ円だとどうしようもないの。なんもできないから普通に最高吹く感じだ。あーとんあーまたダイスが。あーここはね普通にただね物件行くわ。デビのカード引くからさ。なんで逆にカード引かない方がいいというね。10いけるぞ。最後ぐらいいいとこ見せてくれよ。あえて急行周囲で10出ろよ。最後ぐらいいいとこ見せろ。ほら、見せろよ。切れてやる。臭いな。おい、それで終わりかよ。折り返して終わりかよ。しかも行き。ダメだ、ダメだ、ダメ、ダメゲームだった。先週と比べると。はい、はい、もうさっさと見よう。はい、お疲れ様でした。どこだこれ。はい、これか。いやー、国王強すぎだな。国王、僕も国王だろう。いやー強すぎでしょう。
マイナス1000億は面白かったけどな。先週勝てなかった、一勝もできなかった分、今日はめっちゃそうだ。マリオメーカーとボンバーマンと、まあ前回まで上船祭りだったからいたしかたなし、前回とかの兵と集めた分量から決めてたし。いやー強すぎ。あれ、クロスさんがボタンを押さないとダメだと思って、僕ボタン押してるよ。多分クロスさんじゃねえかもね。クロスさんが押さないと進まない。いやー割と頑張ってたな。グラフがこれどうなってんのか気になるんだけど。うわあ、なかなかいいグラフじゃないですか。いやーちょっとゾラテガさん強すぎたな今日は。ダイスが良すぎだね。天使を奪う国王って絵面は最悪だけどな。目的地多いな。6回。なんか千葉戦略をそろそろ諦めた方がいいんじゃないですかクロスさん。毎回千葉戦略だけど。そろそろ普通にやった方がいいんじゃないですか。天使の奪う国王って、いやいやあれは税金ですよ税金。天使奪う国王、確かに天使奪う国王ちょっとよろしくないよね。まあ、マイルとスタンプがもらえるからよしとしよう。あ、やった、あれが来たぞ。はい、セーブした、オッケー。これだ、指摘。お、スタンプ3まで来た。いただきますが来た。やった。